進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくぐりたまえ。ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス。巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？頑張れ。
でるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌は…コーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。ああ、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。うん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。行くぞ。うわっ、狙う。当たる。終わりだ。次もこの調子。その場合、シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。7番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。おそらく発電施設だ。す
るそう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。Thank you.
じゃあね。先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ち分かるよ。七番街の破壊なんてタチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。と。エアリス、来ていいよ。わかった。クラウドも行こう。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら。上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。うそ！
気にあげるよ。せーの、それ。悪いな。いえいえ。できないかな。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。らしい。赤いランプは排水パイプのつまり、手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやろう。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。
焦らないで。うまくいったな。頑張ったよね。うん。どうしてもやる？蹴り。やめて。やめて。やめてしよう。お任せあれ。よし。投げろ。この。やめて一気に。おやすみ。任せるね。頑張る。当たれ。覚悟して。終わったな。負けないから。行くぞ。燃えるよ。当てるよ。踊った。走ら。追い打ちだ。終わったね。クラウド！見逃してはくれないね。私たち、美味しくないよ。先に行け。エアリス。ティファも行け。でもこれ、一人じゃ。誰に言ってる？早くね。知ってるよな。俺は強いぞ。
ランチの制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら前輪ぶるなよ。ちょ、ただの巡回だろ。行こう、七番街へ。まるで迷路だな。通称列車墓場、ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが七番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり、明かり。あれだな。人全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて、怖い噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻って来られなくなるんだって。お化け？子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。相手は雑魚だ。決めちゃおう。どけ。行くぞ。燃えるよ。どうってことない。つく時間じゃない。じゃあ、止めた。当たれ。
何？大丈夫か？こっちはなんとか。平気。見て。調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。これって…行ってみよう。でも大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話しよ。こいつはモンスターだ。そうだけど、何？無事か？うん、ありがとうクラウド。別のルートを探すしかないな。私の出番。ほい、燃え上がって。どうしよう。この列車は7番街スラム駅経由列車はただ行きです。ご乗車に行きます。
クレーンは上か。ダメだな、電源が。これもいたずらかな。電源どこかで操作。そっちは任せる。さあ行くよ。扉あったみたい。ぐるっと回り込むしかなさそうだね。
遊びに付き合う暇はない。何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう帰れない原因、それだったら よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。Thank you.
ね。うん、早く外へ。これ…あの子…マリン…でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。ティファ、駅か。うん、さあ行こう。行けるかな。急ぐぞ。そこ、そうして、出来上がった。やっぱり準備、刻む。そこ、燃えるよ。急ぐぞ。そこ、そうして、行けない。やっはっ、燃え上がって。シュ、頼んだぞ。頑張れ、頑張るね。備えておこう。覚悟してるぞ。ふっ、あっち、わっ、やっ、あ、追い込みくよ。あれ、決まった。ちゃんと頼りにしてる。気合い、気合い。うわっ、そっちは大丈夫。あ、じゃあね、燃えるよ。やっ、当てる。あっ、やっ、せーの、負けてはいない。また道が塞がれてる。あと少しのはずなのに。あ、ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。大丈夫？解放の緊急コールは覚えてない。おいおい、いつでも落とせるぞ。そうだな。おい、あんま飛ばしすぎんなよ。今やっちまったら元も子も。状況報告して、何か問題か。逆逆、奴ら支柱と心中する気だぞ。と武力の風量機能か。公園部隊を加えて、役所は良い方が盛り上がるだろう。
役者ね。任務の完了報告を忘れるな。ティファ。計画は本当だったんだ。マレットたちが簡単にやられるはずがない。うん、7番街はもうすぐ。行こう。急ごう。ああ、クラウド！エアリス！風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。
君が守ってくれたの？Huh?
クラウド危ない。すごい。またね。